皆さんこんにちは、こじこじです。今回は前回ハードオフで買ってきたもの紹介で紹介しました、こちらゲームギアのソフト動作確認します。ゲームギアのソフトね、動作確認する前にこちらゲームギア本体のね、あの電源をオンにしたところ、あのライン抜けのね症状が現れていました。今回ちょっとねお見苦しいとは思うんですけども、このライン抜けありのままちょっとね動作確認していきたいと思います。それでは動作確認の方をしていきたいと思います。まずはこちら人空動作確認していきたいと思います。はいはい、ソフトを挿しまして、この辺ねちょっとライン抜けしちゃってるんですけども、気にしないでちょっとご視聴ください。はい、お電源入りましたね。はい、セガ出ましたね。はい、この辺のライン抜けすごい気になります。打ち込みのオープニングが味があっていいですね。はい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 、確かにアニメもこんな感じの出てましたね。人空隊ですよね、ここに出てるの。うん、懐かしい。ということで人空動くみたいですね。続いてはこちらレイアウス、ちょっと行ってみたいと思います。はいはい、動くかな。よいしょっと、電源オン。あ、こちらもちゃんと動くみたいですね。はい、セガと出ますね。こちら持ち込みのオープニングですね。はい、なんか味があっていいですね。で、またこのシーン来るのか。おうおうおう、なんかちゃんと動くみたいですね。結構、綺麗めの画像ですね。ゲームギアにしては。はい。へぇー。続いて、こちら。ギャンブラー自己中心派。ちょっと動作確認してみたいと思います。ほいちょっと。電源、オンと。動きますね。あ、なんかモードを選べるんですね。フリー対戦と勝ち抜き対戦、勝ち抜き戦ですね。あ、キャラ選べる的な。しかもなんかすげえいっぱい選べるなこれ。あ、一周回った感じですね。あー、こんな画面なのか。ちょっと見づらいかもしれない。ではさらに続いてこちらぷよぷよ動作確認してみたいと思います。パッケージね、このぷよぷよの絵柄がね一番可愛いと思うんですよね。うん、よいしょっと、電源オン、来ましたね。ああ、オープニングない感じですね。一人でぷよぷよ。とりあえず、普通から行きましょうか。あれ？掛け合い的なのがないんですね。
ぷよぷよってあのねキャラクター同士の掛け合いがね漫才的な掛け合いが面白いんですけど、ない感じですかね。難しいからあるのかな。ない。続いてこちらぷよぷよ2、動作確認していきたいと思います。ぷよぷよ2、こちらはどんな出来でしょうか。電源オン。ちょっと危ないかな。お、結構綺麗な絵出てきますね。あ、こっちオープニングありますね。確かにぷよぷよ2こんな感じだった気がします。はい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 。あー、こちらも掛け合い的なのはない。あー、ちょっと残念だな。最後はこちら、結構気になってる魔導物語2、アルル16歳。じゃあソフトを入れてと。電源オン。はい、普通に来ますね。こんな声してたんですね。あー、結構本格的な作りなんでしょうか。続きがある、セーブありな感じですかね。じゃあ2から。あ、声も入ってますね。あー、肝心のアルルの顔がライン抜けでひどいことになっていますね。あー、こういうウィザードティー風のねゲームになっているみたいですね。ダンジョン探索型のゲームですね。はい、ちょっとこれは辛いかもしれない、ゲームギアでやるのは。ということで、今回はハードオフでジャンクで購入しましたゲームギアのソフト、動作確認を行ってきました。無事ね、ゲームのソフトは6本ともね、動作してくれました。ただ、以前ね、修理をしましたゲームギア本体の方にね、また異常が現れまして、今回はライン抜けの、はい、異常が発生していました。前回ね、すべてコンデンサー貼り直してこう無事にね復活したんですけども、またね故障しちゃって、本当にねどうしたらいいのかなっていった感じです。やっぱりね古いものなので、こう直しても直してもね故障は現れるのは仕方ないなと思うんですけども、まさかライン抜け、するとは思ってませんでした。やっぱり電源入れなかったのがいけないのかな、それとも修理した時に熱が入っちゃったからなのかな、ちょっとよくわからないんですけども、ライン抜けも直せたらね、直してちゃんとねゲームできるような状態にしたいと思います。ということで、今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。